地よい季節の風を感じながら自転車で旅する一足日和。後編は南信州飯田線沿線を駆け抜けます。前編に引き続き案内役は自転車遊びのスペシャリスト、坂道自転車通勤隊の新海さん。たっぷり南信州の魅力を伝えてもらいます。二人がやってきたのは飯田線唐笠駅。ここから自転車を輪行袋に入れ電車の旅を楽しみます。天竜川に沿ってゆっくりと走る飯田線。車窓からは素晴らしい紅葉を眺めることができます。二人がやってきたのは山あいにひっそりと佇む田本駅。昭和の時代にタイムスリップしたような人里離れた無人駅。最近は秘境駅と呼ばれるこの非日常的な雰囲気に魅せられる人も多く、静かなブームを巻き起こしているんだとか。これが駅ですよね。すごいでしょう。これホームしかないっていうのは初めてですね。何駅でしたっけ？これが飯田線田本駅ですね。田本駅。で他にも、あの有名な秘境駅があるんですけど、はい、ここは本当に駅前がない、あの今強いて言うならすごいところですよ。私たちが今ここで自転車を組んだここが、そうですね、ここが駅前ですね。ここから自転車が走れる道に出るには険しい坂道を登らなくてはなりません。今これ駅前の田本駅の駅前の繁華街をすでにこれはサイクリングではなく登山。秘境駅の名に恥じぬ険しい山道を登っていきます。道中見える絶景、自然をたっぷり感じることができる、これが秘境駅の魅力の一つなんです。そして歩き始めて20分、ようやく二人は道にたどり着きました。民家、いや舗装路、お疲れ様でした。これもあの飯田線の魅力の一つです。なんか知る人ぞ知るっていうところを見られると本当に、なんか得した気分に。まだまだね、飯田線にはいいとこがあるので、はい、また出かけてください。楽しみ。秘境駅を満喫し再び自転車を走らせます。田舎道を走っていると気になる看板を見つけました。あ、新海さん、あそこ湯部市加工場って書いてある。ええ、湯部市作ってるとこ見られるんじゃないですか。ちょっと寄っていきますか。ありがとうございます。やってきたのは湯部市の加工所。
こんにちは。あ、なんか手に持ってるのは柚子ですか？柚子なの。あ、すごい。これは今何をされてるとこなんですか？ゆでしに作る粒のいいこの柚子とちょっと不良品、ね、同じ木の中にもいろいろなるの、だもんで、あの、えってるの。ゆべしとは秋に収穫された柚子を使って安岡村や天竜村などで作られる保存食。伝統ある信濃の郷土食ゆべしの作り方を特別に見せてもらいました。ここに柚子1個な、それでこれをこのくらいに切るの。あ、蓋が開きましたね。そして中をくり抜きます。え、綺麗に抜けるもんですね。そうですね、熟してきましたからね。柚子の中身をくり抜き、皮の器にもち米やごまが入った甘い味噌とくるみを詰め、2時間ほど蒸し上げます。切ったのをこうして、柚子になりましたでしょ。その後2ヶ月もの間厳しい冬の北風で自然乾燥させれば完成。江戸時代には武士の携帯食として重宝されたゆべし、今もその味を地元の人たちが引き継いでいます。いいですか？はい、どうぞ。ゆべしを、はい、ゆべしは先がいいかもしれないね。はい、いただきます。大人の味です。柚子の香りが、え、これだって長時間外で探してですよね。なのに、もうさっき切った柚子と同じような匂い、香り残ってます、お酒に、お酒に合いそうですね。そう、ちょっとほろ苦さがね、大人な味かなと思ったり、あの、お茶受けでもいいし、ちょっとお弁当の酢に入れるんだそうです。そうすると、あの、おかずのね、あの、生臭みも柚子の香りが取れたり、なんか、あの、柚子だけで上がるよりは、あの、香り付けにね、ああ、いい使い方、いいみたいだって聞きましたけどね。厳しい自然が生み出した伝統の味ゆべし、今でも多くの人に愛されています。サイクリングもいよいよ終盤戦。紅葉に包まれた山道を自転車で駆け抜けます。うわ、新海さん、山が黄色です。夕日が当たってちょうど、すごい。二人は最終目的地平岡駅に到着しました。平岡駅に併設されているふれあいステーション流泉閣。日帰り入浴ができるお風呂があり、サイクリストの疲れを癒してくれます。さあ、まだ暗い朝もやの中を抜けてですね、ついにこう夕暮れの中、平岡駅に着きました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。 いや、盛りだくさんでしたね。本当に、あの、今日はいろいろ紹介したくって、いろんなところを連れて歩きましたけれど、あの、体力に合わせて選んでいただければというふうに思います。まあ、あの、今日その秘境の駅もびっくりしたんですけど、この飯田線自体がもう本当に駅がすごくいろんなもので、ふと降りたところから新たなコースが発見できたりとか、来るたびに本当にいろんなものがありますよね。そうですね、あの、まだまだ魅力がいっぱいある飯田線ですので、ぜひまた遊びに来てほしいです。ありがとうございます。本当楽しかったです。ありがとうございました。
その土地でしか味わえない体験と美しい秋の風景、たくさんの思い出ができた自転車旅でした。一足日より南信州編、今回旅した場所はご覧の通りです。